こんにちは、柴田です。今日はこちら、ボス GT1 はライブでも活躍できるのかといったお話です。このボスの GT1 なんですけれども、ライブでの使い勝手はどうなのといった感じのですね、ご質問いただきましたので、僕なりの意見をお話しさせていただきたいと思います。 GT1 なんですが、ライブで使う時の利点としては大きくは3つかなと思っておりまして、1つがですね、軽い小さいで、もう1つがどのアンプでもある程度いい音を鳴らしてくれるで、3つ目がスイッチがシンプル、この3つかなと僕は思っております。まあ、この軽い小さいっていうのはですね、まあ、持ち運びがとにかく楽っていうところで、まあ、バンドマンはですね、結構荷物が多いですよね。まあ、ライブとなると例えば衣装とか靴とか、あと物販とか、その他やっぱ機材ですよねっていうのを含めると、もうこんな荷物いっぱいになっちゃうんで、このエフェクターがギグバックにぶち込んでそれだけで OK となると、かなり持ち運びが楽です。で、2番目のどのアンプでもある程度いい音が鳴らせるっていうのは、この GT1 はですね、アウトプットのセレクトを選べるんですよ。なのでスタックアンプで鳴らす場合とか、コンボアンプで鳴らす場合、あとですね、リターンで鳴らす場合と通常のインプットに挿す場合といった感じで分けられています。で、JC120 に限ってはですね、専用のアウトセレクトがあります。まあ、この JC120 はですね、ライブハウス、スタジオ含め、まあ、大体置いてあるので、まあ、専用のセレクトがついているのかなという感じですね。まあ、結構マルチエフェクターあるあるなんですけれども、家でじっくり音作りをしていっても、スタジオやライブハウスに行って鳴らした時に全然違うということがですね、実はあります。まあ、そういったですね、自分の作った音と鳴らした音がめちゃめちゃかけ離れてるっていうのを、このアウトセレクトで抑えてくれますね。かなり納得いく音で鳴らせると思います。で、3つ目がスイッチがシンプル。これはですね、フットのスイッチが3つしかないです。それとペダルだけですね。結構ライブの時はですね、踏むところがいっぱいあると、どこにどのエフェクターを入れたかとか、今どこを踏んでるかとか、もう結構足元バタ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 しちゃう時があるので、まあ、そういったですね、テンパリをなくしてくれるような感じですね。非常に分かりやすくてシンプルです。まあ、あくまでもですね、ライブは演奏を聞かせるものなので、エフェクターの音色を聞かせるわけではないです。なので、こうバタ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 やって演奏がままならなかったら本末転倒になりますね。それを防げると思います。といったですね、大きな利点が3つあるんですけれども、この利点が欠点になることが1つあります。それはですね、3つ目のスイッチがシンプル。ご覧いただいた通りですね、3つでコントロールと上下、このスイッチの説明をさせていただきますと、これはですね、バンクの切り替えです。上下、1にしたり2にしたり3にしたり、逆に2にしたり1にしたりというふうな感じで使います。で、このコントロール1なんですけれども、これはですね、ここにエフェクターを入れることができます。例えばフェイザーを入れたり、ソロの時にブーストとディレイがかかるようにしたり、その逆パターンもできて、例えばディストーションを切るとかですね、そういったこともできます。で、先ほどお伝えしたように、ブースターとディレイだったりとか、エフェクト1つじゃなくて複数のエフェクターをですね、オンオフすることができます。ただですね、曲中でトレモロも踏みたいとか、でもソロの時にはブースターとディレイをかけたいとかってなると、この1つのパッチだけではできないんですよね。ソロ用のパッチを作ったりすれば、こっちでコントロールできるんですけれども、パッチをたくさん作りすぎると、今どこにいるのかが分かんなくなってしまうっていうですね、恐れがあります。ソロの時はパッチ5、あ、でも普通の歪みはパッチ1、あ、パッチ1にはフェイザー入れてた、で、パッチ5にしなきゃ、あ、で、ちょっとブーストかけなきゃとか、
なのでこの本体だけではなかなかライブでは大変かなというふうな僕のイメージですね。ただこれを解消する方法がございます。それはですね、じゃじゃん、こちらです。フットスイッチですね。これをつなげるとさっきのコントロールの役目をしてくれます。なので歪みのパッチで、例えばコントロール1、本体のコントロール1にはソロ用のブーストとディレイを入れておく。そしてこっちのフットスイッチにはいざという時のフェイザーを入れたり、あともう一つの方には歪みをオフにするスイッチなどなどですね、エフェクターを複数機並べているような状態をこれで作ることができます。2ついらないよっていう人はですね、こちら1個バージョンもございます。そしてですね、なんとなんとこのペダル、エクスプレッションペダルですね、こちらもつけることができます。これで何ができるようになるかというと、本体の方にワウを入れていて、でこれをボリュームペダルとして使用すると、まあ、残念ながら本体の方をワウにして、こっちをピッチベンド、ワーミーですねにするということは不可能です。でこれとこれを同時につなげることもできないですといった感じの制限はあるのですが、かなりですね、外部機器をつなげることによって幅が広がると思います。なので GT1 はライブで使用するのはどんな感じなのというふうなご意見だったんですけれども、フットのスイッチをつなげればライブでも全然 OK ですというふうな感じが僕の意見となります。音に関しては結構僕の動画で上げているので、ぜひぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。